ワンダもう一度拾って、もうあっという間にやられてしまったんですけど、さっき押せなかった P とか押したいな。なんかあるよね、ここか、ここ、あ、そういう、あ、こう、キーの方が出てくる、これ青いコインって全部取らないと何か起こるみたいな、罰ゲームありますか、もしかして。これもう取れなかったんですけど、 P があります、 P なくなりました。10コインある、待って、キノコが、あ、あ、あ、そういうことですか、なるほど。ピラリルルして、でこの後 P があります、 PP して、うん、そこジャンプしないと通れないんだね。ポコッとなって、この後に P あったよな、 PP して、でこれ今どこですか、これもうキノコに目をくれずに、っていうかキノコなんや、パワーパワーして、あ、ピー、うーん、しゃがむんだね。でもね、これちょっと前の方、あー、なんかある。いうことはワンダーして、あ、もう来る来る来る、逃げよう。え、これさ、あそこのブロック、なんか壊れそうじゃないですか。こっちに来ちゃったの？書いてある。こっちに来ちゃいました。こっち来て、コマ投げる。投げますとして、ただあれなんだよね、その、ちっちゃいカタツムリは、ちっちゃいから、ああ、なくなった、ああ、大きい人がいる、それ欲しい。さて、ちょっと、まだ見ぬワンダーを求めて、やっていきたいんですけど、ちょっとですね、あの、マグマの樹海で、なんかあの、ワンダーシード、25個、そう、全部のステージクリアして、25個集めてきたぞ、と。で、なんか、このステージの、なんか、次のところが、ワンダーシード25個。ないとなんか進めないぞーっていう風になってたので、ちょっと他のステージからちょっとね、そう、他のステージ攻略してワンダーシード集めてきて解放してみたところ、何、知らないバッジのチャレンジのレベル2が突如登場して、なんかレベル2が出てきたぞみたいな、このバッジ持ってないんだけどみたいなね、ちょっとそんな感じになって、ちょっとね、困惑してたところはあるんですけど、どうやらですね、ドカンロック平原で実はどっかにあるらしいと。レベル1のステージがどっかにあるらしいぞ。でもなんかないよなって、そう、各ね、ちょっと空間、このなんかこの辺のなんか真ん中の砂漠っぽいところとか、そう、上の方の砂漠っぽいところとか、ちょっとね、なんか、なんかもう空間ギリギリやけどなーみたいな風に思って、でマップ見てみたんですけど、これどこかわからないっていうか表示されてないんですけど、なんかここの上行けそうじゃない、なんかここ、あ、というかさ、そうか、このハテナがここってなってるから、この上に2個ぐらいなんか出てくるのかな、なんか2個ぐらい、わかんない、なんかそこの段の上か、わかんないな、なんかこう多分後ろに繋がってて段の上に1個、一番上に1個なのか、それかなんかそれっぽい台座が左右にあるので、ここのステージクリアするとなんかそれっぽい台座どっち行くみたいな感じで選択式になって、どっちかが何、知らないバッジのジェットランのレベル1が実は紛れてんのかなみたいな、そのか、まだ隠れているのかなみたいな、そんな風に思ってね、ちょっとそうなんですよ、ここめちゃくちゃ難しそうですと。ここめちゃくちゃ難しそうなので、ちょっとなんか、もっとちょっと他の、そう、星さんのステージとか、ちょっとチャレンジしてから、ちょっと難しいやつ行ってみようかな、みたいな感じで、ちょっとね、後回しにしちゃってたんですけど、なんかこの先がもし何か隠れてるステージがあるのであれば、ちょっとここをクリアしないと、そのジェットランのレベル1がね、ちょっと拝めないまま、で、レベル1やってないのに、レベル2先やんのもな、みたいな、なんかそんな感じで思ったので、ちょっと、おそらく、ここをクリアしたら、なんか出てくる、なんか奥行けそうかな、みたいな予感をちょっと信じて、乗って突進。獅子奮陣。ちょっと、突進さ、怖いけど行ってみよう。ていうかさ、何？バッジセレクト、そう、どうしようかなって、ショックワンダーみたいなやつ使おうかなと思ったんですけど、ちょっととりあえず、乗ります。とりあえず、コインもらえるやつに、そういう感じで、ちょっと弾き出される。まず、右はいけないみたいので、ちょっと、トゲに気をつけながら、
なるほど、ぶつかるとそんな感じで弾き出されてしまうので気をつけながらなんですけど、ワンダーが早速あって、あ、来た来た来た、乗乗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 乗っていくぜ、よろしくお願いします。あ、引いてった。あ、これでもさ、これ乗っていくの超快適じゃない。 P がある、え、 P 押せなかった、キノコ出てきた。だって P 押せなかったのは痛いんです。あ、ちょっと待って、なめく、あー、マグマ、マグマじゃないわ、毒沼が下にあって、もう一撃なのかので、これね、もう早速むずいなみたいな、そんな感じなんですけど、トッシンさんが正面でぶつかるとお互いごつんこして、ちょっとねドッスンってなってマリオが弾き出されちゃうので、ちょっともう急いで進もう。で、ワンダーもう一度拾って、もうあっという間にやられてしまったんですけど、ちょっとさっき押せなかった P とか押したいな。なんかあるよね、ここか、お、お、あ、そういう、あ、こう、キーの方が出てくる、これ青いコインって全部取らないと何か起こるみたいな、罰ゲームありますか、もしかして。これもう取れなかったんですけど、 P があります、 P なくなりました。10コインある、待って、キノコが、あ、あ、あ、そういうことですか、なるほど、毒沼が上がってきてるのかこれ。ので、トッシンが何、先に行っちゃう前についていかないと、もう毒沼にやられちゃうとか、もう置いてかれたね、残されちゃったねって言って飲まれるんだね。ここの数値ちょっと怖いね、もうなんかハラハラドキドキみたいな。で、あの青いコインは取れると何が起こるのかちょっと全くわからないんですけど、ちょっと行ってみよう。で、ピラリルルンして、で、この後 P があります。 P、 P して、うん、そこジャンプしないと取れないんだね。乗って、この後に P あったやな、 P、 P して、で、これ今どこですか、これもうキノコに目をくれずに、っていうかキノコなんや、パワー、パワーして P、 あ、 P、 うーん、しゃがむんだね。でもね、これちょっと前の方、あー、なんかある。てん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 、いっぱい、待って、これもう毒が来ちゃう、あーい、ひかれた、トシエさんにワンダーして、いうことはワンダーして、あ、もう来る来る来る、逃げよう。え、これさ、あそこのブロックなんか壊れそうじゃないですか、こっちに来ちゃったの、書いてある、こっちに来ちゃいました。いや、そうだね、あの、あ、帰れる、え、なんだこの空間。帰れるわけではない、帰れるわけではないけど、やっぱあれか、あそこのブロックなんか突進出てくるんかな、わからない、あー、あ、今の、あ、待てー、あ、ふんじゃないが、なんかでも無事ゴールまで逃げてくることはできましたと、ワンダーシードもしれっと2個もらうことはできて、え、あれじゃないルートってで、何だったんだい？何だったんだい？え、これさ、隠しルート的ななんかあるの？こっちに来ちゃったのじゃない方に行くと、何かっていうか奇跡が起こるのか。ちょっと無事にワンダーシードゲットして、ワンダーシードゲットしてクリアして帰ってきたんですけど。え、なんか読みが外れてた。え、なんかでも右上行けそうな空間あるよね。なんかさすがにこのなんか意味のないエリアがなんか置いてあるのはないと思うので、こっちに来ちゃったのじゃない方が何かが起こる。ちょっと行ってみましょうか。あそこ急いで入っちゃったけど、マグマ待ってくれんのかな、もしかして。ちょっとその辺も見たいので、ちょっと見たいのがいっぱいあります。あとね、できれば3つ目の紫コイン10コイン取りたいんですけど、どんな感じで取るんだっけ、わかんない、わかんないなんですけど、さあ、ワンダーすると、トシンさんなら何でも壊すべと、ゲゲゲゲゲってキラキラの、そう、キラキラのトシンさんはね、もう最強です。ピーピーして、で、なんならちょっとキノコ取れたと、で、うおーろろ、おーえーよー、もう10コイン取り、ピーで、ピーがうるさい。自分で言ってるんだけどね、あれなんですけど、で、パワーして、パワーが連鎖する、ピー、あ、ピー押せなかった、はるまって、あ、痛い、何人かにぶつかりました、さ、うおー、しゃがむ、で、これ、そこにあったね、
で、これもしかしてさ、今のカタツムリを連れていくと何かが起こるみたいな。で、これ今取ってよ、むしろ。止まった。なるほど。え、なんもない。あのなんか大きいカタツムリ持ってくるとここ壊せるのか。大きいやつだけかな。ちっちゃいやつでもいいけど。こっちに来ちゃったんですよ。なんですけど、でこっちの左はただコインがちょっとあるだけなので。待てよ、まあ、せっかくやから、え、こっちに来ちゃったのってこっちじゃね、そこに乗るのちょっとむずいね。待って、ふっ、怖で、これ、あー、怖いね、このカタツムリ。ここに乗るの怖いなんですけど、ふーってして、なんなら届いてないぜ。なんですけど、え、どうしよっかな、あそこのカタツムリ、多分いると、え、ちっちゃいやつでも跳ね返ると、無限に壊してくれる。え、どっかで1個持ってたらいけんのかな。ちょっとその辺試したいので、ちょっとどっかにいるカタツムリ1匹捕まえてこよう。さて、あの毒沼に関しては、まああのね、なんか最後止まるので焦る必要はないということは分かりました。のであとは落ち着いてカタツムリもらっていくぜするのと、あとはあの10コインをなんかもう、え、あれどう、もう前から多分行かないと置いてかれるよねっていう感じなんで、なんか来るタイミング覚えてないと無理そう。なんですけど、ちょっとまずはカタツムリもらっていこうという目標。今日の目標、カタツムリもらっていこう。もうカタツムリいない。いないです。ピーッして、あ、入れれる、あ、いなくなった。君たちの助け、あれなくなるのまずいです。え、どう、あれでかいやつ、でかいやつ1匹生き残ってたら取りやすいのかな。乗ってるくない。あ、ちょっと待って、君が欲しい。あ、よー、いけかれるのまずいな。乗りませんでした。待って、もう一度スーパーキノコで、とりあえず安全を確保する。これどうやろうね、なんかその何、なんかゾウに変わる、そ、道中キノコくれるから何とってもゾウに変わるみたいな、なんかそういうのにちょっとバッチ変えていく方が強い気もする。結局あの乗りっぱなしで耐えられるのであれば、でもなんかせっかくやからね、そうなんですよ、そのバッチなしで、そう、あのゾウやったらゾウで、ゾウでそっとして最後のブロック壊す方がなんか手堅そうみたいな。そんなよか、後ろにいるからさ。あ、待って、あ、なんかゲットしたぜ。これもらっていくぜ。あ、これもらっていくけどさ、待てよ、え、これさ、そこにパワーがあります。うお、そうなんだ、君のことは忘れないからので、そっか、早めにとっても、パウブロックパワーに引っかかっちゃうので、なんかやっぱでかいカタツムリをちょっと頼らないと難しそうかな。か、もう跳ね返るよう瞬時に踏んじゃいしたら止めれるのかっていうと、それができるならでかいのと簡単そうみたいな、そのテクニックがちょっと来るかなみたいな。そんな感じがあるので、ちょっととりあえずピーピーして、で、道中はもう落ち着いて、あ、会いたいです。もう食らいました。この辺でキノコくれなかったっけ、わからない。ピー、届かなかったです。なんですが、ここか。ちょうだい。あ、このキノコちょっと初めて嬉しかったかも。なんですけど、ここにパワーあります。で、置いてる。ピー、ピー押してる。このカード、いるいなくなった。いるでかい。いなくなった。僕がいなくなった。なんかでも、あのタイミングで多分ジャンプしたら、あのカタツムリに、ちょっとカタツムリちゃんはあの10コイン取れそうで、ワンダー取らなくてもそこで待ってくれるんや。なるほど。で、端っこになんかあるのはさっき確認しました。なんかいますので、これだけもらって、あれ、こっちに来ちゃったの、また来たぜ。また来たぜなんですけど、待てよ、これどうすんの結局。待てよ、いなくなったなんですけど、ふーんってして、ちょっととりあえず、じゃあ書いたから。でもあれか。
高さによってなんかご褒美があるわけではないので、まあ無理そうやったら無茶しないぐらいの感じの方が良さそうだね。ちょっとリトライ行きましょうか。ちょっとゴールまではなんとかその逃げ切れるようになってきてるのですが、あの道中のねカタツムリをいかにちょっとね確保するかみたいな、そういう戦いになる気がするんですけど、行きましょう。やっぱでもあれかな、なんかそのでかいカタツムリをするかな、なんか大きい方が踏みやすい。ちょっとね、そう、その辺ふわふわしてるんですけど、ピーしてもうピーの声が出てないなんですが、おお乗った、待って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 、でもあれか、あっ待って待って待って、おおおお大変なことになってるねで、ここ10個、あおお10個に目がくらんだね今なんですけど、もう一度行きましょう。来ました、ぶつかりました、ぶつかりました。でピヨピヨしてる間に打つとかないとちょっとトシエさんに弾き出されるので、今のうちに渡ってワンダーで、どうなんやろ、なんならもうツルショットマッチとかで置いてからにもツルショットマッチとかでノットキルみたいな、そういうのの方がなんか安定感高そうみたいな。いやどうなんやろ、わかんない、そういうことってできるんですかね、なんかでもなんかでそんなありなみたいな攻略法も結構なんか用意されてる予感がとんでもないんですけど、 P が取れなかった、 P 取れなかったで、ここはもう急ごうで、そしてさ乗ってここにパワーがある、まだまだだ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 、ピー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 、おー上は行ける、走ってた走った、これでかでかい人、あいいいいなくなったねなくなったねもうね、でこれさちょっと待ってよ、今トッシンさんが走っていった先って何かあるんですか？わからない。なんかもう壊せるやつ、そう、壊せる壁があるということはもうなんかそういうことなのかなみたいなことだと思うのにな、思うんだけどなみたいな、こんな感じなので、あの大きい形でもちゃんと踏むことはできた。確保するまでは至らなかったみたいな、そんな感じなんですけど、多分前の方に乗って踏めるとトッシンさんの背中、そう、誰かの背中に乗ると思うので、ちょっとあのパワー超えたらできるだけ前の方で待機した方がなんか成功率上がりそうよし、ちょっと行きましょう。とにかくあの大きいカタツムリを踏んで確保できるようにちょっとあの前の方乗ろうなんかねそう、なんか前の方乗ろうでちょっとね思い出したんですけど、なんかその昔なんかその何なんかとある芸人さんがさ、なんかとあるプロボクサーの人がね、なんか急いでる電車の方前の方に乗るみたいな速さ別に変わんないのになみたいな、なんかそういうのをネタにしてるね、テレビで見た記憶がねあるんですけど、それと同じでちょっとトシエさん前の方乗って、まあ急いでてもなんとかなる説を信じて、ちょっとトシエさんの前をとにかくキープしたい。ピーあピー押せない、ピー押せないけど前の方乗ります。この次あたり、あいる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 、あーどっか行った、どっか行きましたので、切り替えていって彼らがこの後どこ、あマグマに飲まれるんだね、なるほどのいうということが、あそこの下がどっかに繋がっているわけではないというのもちょっと見れたので、あとはあの10コインもらいつつカタツムリゲットするだけだと信じてちょっとリトライ行きましょう。なんか幸いあの道中結構コインももらえるので、なんか割と残機減ってないよなみたいなその何やかんやワンナップしてるんよなみたいな、そんなところもあるので、ちょっと難しいけどたくさんチャレンジできるぞみたいな、そんな感じみたいなので、あーそこにぶつかるのマゾリーが、ここの次のキノコ取るの難かったんだよね確かのでちょっと怖い、ください、おーでもください、この後ダッシュして、あーそこにいるのって、もう食らいました、まずい、パワーがどっか行ったでもこれ一回あの何なんかリズム狂うと
もうなんか動きがね、ちょっとなんか全てが狂うね。なんかいつもと動き違うみたいな。なんか混乱してるわけでもないんですけど、なんかもう思った通りの動きができなくなってしまう。まあ、いつも落ち着いてたらできるのかと言われればね、話してみたいなことあるんですけど、確かにピーにして、で、キノコに目もくれずに、ああ、そう、ぶつかる。これって飛んでないと当たるんだっけ、わからない。わかんない。ピーおかわりした。で、この後、前の方投げます。前の方乗って、落ち着いて、前投げして、ピーをした。この後って、そっちに乗って、しゃがみたかった。この人、あ、どっか行った。どっか行っちゃったぜ。ダメそうかな。待って、あ、まだだだだだ。むずいよ、これ。ちょっとですね、自動キノコじゃなくて、ちょっと、そう、なんか多分ね、そう、ゾウとドリルは多分やっちゃダメだと思う。いや、ダメというわけではないと思うんだけど、ので、ファイヤーって走ってる突進に当たるとまずい。ちょっといつでもファイヤーとかいつでも泡。ちょっとこの辺持っていくか。泡やったらなんか取れ。ファイヤー。ファイヤー持っていこう。ファイヤー持ってきました。で、当たるとやられます。当たるとやられますなので、ちょっとこのまま逃げよう。そう。とはいえ、いつでもファイヤーを持ってるということは、自動スーパーキノコ発動してないので、そう、一回でも何かに当たると、キノコ取るまでに何かに当たるとね、やられちゃうという、ちょっと別の緊張感が走るところであるんですけど、え、どこでもらえるっけ？ピー！あ、レレレレレー！ファイヤーになる。あ、突進耐えれるぞ。いいぞ。これいける。いける、いける。いいぞ。これ勝ったか。ピーして、で、飛びます。なんならあれもファイヤーに変えたかったけど、まあ、ここは落ち着いて、パワーを投げて、で、ピーして、で、うおー、いっぱいいるね。うー、しゃがみます。からの、あー、それがどっか行くんだー。なくなった。あ、お家帰ってきました。命からが。まあ、ちなみになんですけど、大きいカタツムリにファイヤー当てた場合って、甲羅取れますか？当てられなかったです。ちょっと、ボッてなる。ボッてなる。で、これさ、倒しちゃうのか。ちょっと待って。ペコ。ペコペコってして、あと一発ぐらいでなんか甲羅取れないですか？結構硬いぞ。待って、なんか多分現実的じゃなさそう。あー、倒しちゃうのか。まあでも5発当てることはなかなか、今5発6発、なんかでもなんかちょっと当たっちゃったなってぐらいの場合は別に倒しちゃって甲羅取れないなという事態にはならないみたいなのでならないみたいなので、あの甲羅が欲しかったんだなっていうのが写真に残ってたんですけど、ちょっとこのファイヤー持って行ってみるか。よし、リトライ行こう。まあ、でも一回ファイヤー取ったらちょっと安心感ある。突進だけ倒しちゃわないように。でもなんかここの突進は倒せるけど、ワンダー中の突進は間違えて倒すことがないみたいなので、ちょっともう一回もう乗ったらファイヤー連打していく。で、これ突進の上にファイヤー連打しとくと、あ、背中に座れます。どこにも届かない。どこにも届かないファイヤーが爆誕したんですけど、それもらうと、あ、そうなるんですね。え、なんか何ファイヤーの状態で補充されるかなと思ったんですけど、その夢は叶わず。ファイヤーなくなりました。ファイヤーなくなるのちょっと困るかもしれない。今迷いましたね。ここも急いで進むことになって、ピーして、で、この辺にいる人の、この人を、こっちに行って置いてかれたね。あれ？踏むとどっか行っちゃうから、わからん。なんか取れるタイミングと転がっていくタイミングの違いが、わかんない、踏み判定、ちゃんとあれか、掴むボタン押せてなかったのか。ちょっと待てよ。まずは
道中キノコをゲットするまでちょっとね危険な目に遭ってしまう状態になってしまったんですが、ピーしてもうピーの声が出てないで、ファイヤー取ったらもう最強しゃがみました。安全策でいきました。でピーピーを取りたかったんですけど、まあでも今のところ順調で、こっち来てしてパウ投げます。でピーして、あピー最強で、しゃがみからのこう、あーとね踏み判定になるっぽいか、あれ多分おそらく。でトマ逃げよ、逃げ合わせてワンダーゲットです。なので横からなんか触れないと今みたいにちょっとキックしちゃうぞっぽいよね。ちょっと待ってよ、これあの人の甲羅って、おお、そうなんだ、切り返してくるんだねなんか逆さまにはひっつけへんのちょっと怖いな。待てよ、これ横から、あ、持てないということは違うのか、違うのですか待って、っていうことはあれか、ちっちゃいやつじゃないといけないよねこれ多分。ちっちゃいやつやったら運べるから、ちっちゃいやつであそこの狭い空間をこうブロック壊してくれるのをひたすら避ける作戦でいかないと取れないのか、もしかしてという。今まで自分は今まで何にチャレンジしてたんだろうというでも そのね事実をちょっとゴール前で知れて、そう、え、これこの方法じゃダメなんだっていうのが一個分かったので、あとは都市にファイヤーぶつかるとまずいと思います。そうで、ちょっとこのまま行こう。でとなると、なんだっけ、あのパウ投げた後、パウ投げた後のどっかでちっちゃいカタツムリをゲットしとくと、コーラゲットしとくと、あのゴールまで行けるぞみたいな、ゴールまで行けるぞ、じゃああそこのブロック壊せるぞみたいな、そんな感じだと思うので、ちょっとそれを目指して、うー、しゃがみました、しゃがみましたからのピーピーして、あそこのピー毎回高さギリギリなんだよねなんですけど、こっち来てコマ投げますとして、ただあれなんだよね、そのちっちゃいカタツムリはちっちゃいから、あー、なくなった、あー、おっきい人がいる、それ欲しいなんですが、多分あんな感じでゲットして他のカタツムリにぶつかっちゃうとなくなるのかこれここまでやって、あのカタツムリで壊せなかったらショックなんだけどそれもできるのかも兼ねて、ちょっと確認したい、見届けたいところもあるので、頑張って目指したい頑張って目指したい。でそこでキノコ取れるのでかい、ね、なんかそこでジャンプしたらちょうど取れるのか。で飛んで、この後にピーがあって、このピーの高さがギリギリなんだねでこっち来て、こっち来る、パンプしてパウ投げて、ピーしつつ、この辺で一匹欲しかったです。この人でいいです、なくなりましたむずこれなんかでも、どう、これわかんない、その奥にカタツムリがいる状態で、え、奥にカタツムリがいる状態でゲットしちゃうと、もう奥のカタツムリにぶつかっちゃってなくなっちゃうそう、相殺してしまうので、奥のカタツムリをもらうぐらいの感じじゃないとむずいのか、もう2連続踏みみたいな、なんかそういうなんかちょっとテクニックがちょっと、ね、必要になってくるのかなみたいな、そんな感じの動いを感じるんですけど、ピーしたかったですまあこの後来て、またパウの隣にピーがあったはずので、ピーしつつ、こう、そうなんだよね、真ん中おー踏んじゃうので、誰か残ったぞ、なんか拾ったけどそこに引っかかるそれ強いや、よくできてるなこれ、本当にもう多分全てが噛み合うと奥まで持っていけるぞ手が噛み合うと奥まで、コーラ持っていけるぞみたいな、そんな感じみたいなので、そこを頑張って目指したいこれ楽しそうなんだよね、
いつもなんかあの真ん中踏んじゃうんだみたいな。なんですが、待って、この辺がなんならちょっと怖い。なんですが、ピーして届かない。まあまあでもちょっとダメージとか特に後ろからなんかいろんな人が来てます。あそこに引っかかるのかので、ふーってしてこのヒットが欲しかったです。あいやなんかいけそう。そうなんだよね、真ん中を意識しすぎると今度通り過ぎてみたいな、激ムズなんですけど、ちょっとまた来ました、してワンダーして、さあトシさんよろしくお願いします。で乗っていって、このここでピーアゴキノコ、キノコがファイヤーに変換で、この辺怖いです。なんかこの辺だんだん下手なってきた。なんかもう不安、なんか別で不安になってくるなみたいな。ちょっと多分意識が多分ね、もうなんか別のところ行ってんなみたいな。ここなんだ。あいたい。ふーん、欲しかったが、一匹、濃厚性なかったが、それだけでも、届かない。ちょっと、リベンジ、行きましょうか。どうだろうね。あでも合っててほしい、あの合っててほしいというか、どうなんやろ、なんかその他のステージでも確かに何て言うんですか、あのドルフィンキックがないとあそこ行けない、ドルフィンキックがないと10ポイント取れなさそうみたいなのをね、ちょっとコメントでいただいてるステージがあって、なんかそういうバッチ必須なステージあんねやみたいな。そう、なんかちょっとわかんないですよ、わかんないんですけど、実は他のなんか難しいけどなんか攻略方法あるのかとか、ちょっとその辺の詳しくは知らないんですけど、そのゾウバッチとかで、まあ、そこ突破しないといけないようになってる説がないと、うー取った、あなくなった。それだけでも開き直った。でなんですよね、そうなんだよね、このトッシンさんを上に連れてくることとかができればって思ったんですけど、さすがにその持ち上げて連れてくるみたいなのはできないので、なんか隠してたりしないの。なんか、ね、わかんないと思うけど、ヨッシーのそのヨッシーの卵っぽいブロックが1個あるぞと。まあ多分そう成功法でいくと、何ドリル、そうだよね、持てないよね、そうドリルかゾウさんであそこ越えていくぞみたいな、多分そんな感じっぽいんですが。成功法というかね、そうあの、甲羅、そう彼らが、そう彼らの甲羅があそこを突破する姿が見てみたい。という思いで持っていきたいな。いやーやばい、このパートもう1時間ぐらい。いやまだ1時間やってないんですけど。このパート1時間ぐらいの動画なってない。いやもう1時間どころか、もう5時間ぐらいこの動画あるかもしれない。なんですけど、もうなんかね、さ、あの、基本的に、なんていうんですか、あの、本編編集中に、ちょっとこの人まとまりショート動画にしよっかなみたいな感じでちょっと切り抜き作ってたりするんですけど、ここもうしゃがみます、しゃがみますして、あのいつもそのなんか最近この人ずっと都市の上乗ってるショート動画上がんなみたいな。なんかここ最近なんか50本ぐらいずっと都市の背中の動画なんだよなみたいな。みんな待って、この人を持って、なくなったー、もう目の肩でなんなら。なかったんですけど、でもあれなんですね、その残機減らないから、残機減らないどころか、なんか最近あの残機増えてるまである。そうゴールまで来れるとなんかその残機増えるなみたいな、こんな感じっぽいんですが、あ待って、じゃあそれとやっぱ止まるよね、止まるけど持てないよね、なのでこれって、あーギリギリで行けばいけんねや。ということは、あそこのカタツムリさんは、もう普通に、もうこれ倒しちゃっても、届くんだぞ、みたいな。別の課題もちょっと
回収しつつみたいな。いや、そうなんですよね。いや、ほんまなんかあの感覚的に言うとね、ちょっとあの今日あのマリオワンダーもやって、マリオパーティーもねちょっと撮ろうかなみたいなね、ちょっと欲張りさんで始めたんですけどね、気づいたらずっとマリオワンダーやってんだよね。しょうがない、そればっかりはね。そう、あの目標を目指してちょっとね進んでいきたいので。ちなみにこれ今あれだよね、これでキノコ取るとファイヤーに変わるんだよね。そうなんですね。ファイヤーバッジ持ってると、あのファイヤーバッジっていうか、そうローバッジとかファイヤーバッジとか、これに変わるぞみたいな、なんかだったらこれに変わるぞのバッジを持ってると確定でね変わるみたいなので、そういう先にファイヤー装備しとくと何かが起こるかと言われるのはちょっとわかんないんですけど、クワーってして届かないが、ここはちょっと今のところなんとかでも無事壊れているので、ダッシュは押しっぱなしで投げてキーしつつ、あーそこに毎回ぶつかって取ったぞ、よしゃがむ、取ったぞ、え、これ来たか、待って、え、もう帰りたい、で、まだ取って、でよ、でなんですよ、ちょっと怖い、端っこ、あ、怖い、この空間やばすぎ、待って、これでもさ、こういうことやんな、来た、壊れるぞ、これ、待って、ちょっと、これ全部壊してくれるよな、さすがに、信じてるんですけど、こっち来て、こっち来る、来たか、何かにぶつかって跳ね返ってるということはまだブロックがあるらしい。追いかけなくても壊れるよねこれ勝手に。合ってる？手応えありますか？手応えなくない？待って、これさ今どうなってんの、そっち、あ、なんかにぶつかってる。やったぜ。ちょっとせっかくやからさ、この中にお宝とかないですか？なるほど、その跳ね返ってくるうちはそのね、まだ壁あるんだなーってちょっと待ってたんですけど、突破したぞ。待って、もう余計なことせずにこのまま行こう。あの左上の隠しブロック探そうかなと思ったんですけど、トシお疲れ、よく来たね、よく来ました。左に何もないことを確認、あそこのトッシェンさんはもう置いてかれると多分ダメそうので、よく来たね、え、これさもう怖いよ、もうピヨン、もうピヨンしないです。でふーんってすると一番上でクッパの旗、これ何ですか？え、あ、え、あ、そういうあれなんや、なんか2個しか表示されてないステージで隠しゴールみたいなん来るともう一個ワンダーシードくれるのか、え、そんなんあんの、あれやっぱあれか、何かが解放されてこの辺が、違うね、違うけど誰やあれ、ちょっと待って、え、知らない人がいる、え、ちょっと待って、ジェットランバッジどこ行った、この先か、この先っぽいか、まあ、でもあの謎が解けて、で、やっぱこっち行けるなって。で、あと2個ステージがあるみたいなので、多分これクリアしたら、奥に、なんか一番上の高いところにジェットラン出てくるのかなという読みで、ちょっとやっていきたいね、これ。やったぜ。